가을 시즌에 맞춰 항구로 속속 모여든 낚시인들. 여기에 또 한 사람이 함께합니다. 안녕하세요. 저는 야마시타 스태프의 야마나카 요스케입니다. 今回はようやくやってきたかったインチョンにやってきました。で、ですね、インチョンはこれまでいろいろ皆さんからですね、ぜひ来てくださいとか、あと YouTube のね、情報、あとは YouTube のコメントでも、インチョンにぜひ来てくださいっていうコメントがあって、まあ、SNS を見てもね、インチョンの声かっていろんな情報があって、とってもね、来たいエリアでした。で、今回ようやくそのインチョンに来ることができました。まあ、実際ね、港についてみたら皆さんね非常に熱の高い方々が平日などにたくさん集まっています。まあ、院長今年は少しねなんか難しいような話を聞いているんですけれども、この院長の行為か攻略していきたいと思います。それではよろしくお願いします。평년에비해다소높은수온을보이는인천앞바다시즌이막시작된9월초임에도불구하고높아진수온에갑오징어의생육과활동이빨라졌을거라는예상으로이곳인천을먼저찾게된건데요과연예상이적중해근사한갑오징어의모습을확인할수있을지오됐다으아으아으아시즌초기니이사이즈는やっぱこれも지금부터야마나카요스케의탐사를따라가볼까요동틀무렵의새벽시간인천연안부두에서출발해도착한곳은무의도와자월도사이포인트이곳을무대로낚시가시작됩니다はい、それではですね、タックルの説明をしていきます。まずロッドなんですけれども、ロッドはイカメタルで使うイカメタルロッドのショートタイプを持ってきました。そうですね、日本にはそうイダコ専用とかコウイカ専用ってあんまり売ってないので、ちょっと日本から持ってきたのはイカメタルロッドです。まあ、今までこれでこういったイカメタルロッドを使ってて特にね問題はなかったので、今回もこの当たりがしっかりとれるちょっと先が柔らかめのイカメタルロッドを用意しました。リールに関してはそれに合わせたベイトリールですね、ベイトリール、小型のベイトリールを持ってきています。で P ラインを 0.8 号を巻いて、その先にリーダーフロロカーボンの4号をつけています。でさらにですね、その先にこういった誘導タイプのリーダーですね、トットリーダーというリーダーを使っています。これは潮の状況に合わせてこの部分が誘導式になっているので、このようにね状況によっては長くしたり、潮が緩かったらこうやって短くしたりして対応できるようになっています。シンカーの重さは今は潮がそんなに速くないので、14号使っているんですけれど、まあ、状況によってこれは潮緩ければもっと軽くしますし、潮が速くなれば20号とか16号とかそういった重さを使っていくこともあります。まあ、平均的に見ると12号14号というのをメインに使っていこうと思っています。で使用するトトスってはこういった95のタイプとシーズン的にまだ少し早いので、あとはですね70小さめのタイプを持ってきてます。でこれはまあ状況イカのサイズにもよるんですけど、潮の状況に合わせてもこの95と70というのは使い分けていきたいと思います。본격적으로펼치는인천권갑오징어탐사조류의흐름에스피를맡긴채기회를엿보는데요츄 놈들의등장은예상했지만스텔을보는족족계속해서달려드는쭈꾸미활발한입질은반가워도힘든하루가예상됩니다今日の天気は少しね風が強いんですけど、天候としては晴れですね。で潮もやや澄み気味な状況なので、それに合わせたスティカラーのセレクトをしていきたいと思います。물때에맞춰채비변화를꾀합니다こういったちょっと塩が澄んでるのでナチュラルカラーですね、小さめのサイズを使ってみます。그리고감지한또한번의입질하지만이번에도왠지좀가벼운느낌 이 사이즈
乳首채비를넣으면쏜살같이다가와움켜지는녀석들죽미말고갑오징어는언제쯤반응을보일까요今回インチョンの鯉活りに向けて用意してきたアイテムがこちらになります。こちらのトトスッテの S70 ですね。これのナチュラルカラーを準備してきました。まあ、ナチュラルカラーはもともとですね、非常にタフコンディションで効果を発揮するカラーなんですけれども、もともと5色人気カラーがあったんですけれども、その人気カラーの70ダウンサイズモデルですね、70サイズを準備してきたのと、もう一つですね、実はこの新しいニューカラー、こちらも準備してきました。これは S95 とこの S70 2サイズですね、登場してます。でこのカラーどういう状況で使うかというよりは、なんでできたかということからまず説明していきたいんですけれども、これ実は去年の FTV の取材の時にこの魚が実はね、たまたまスッテに引っかかってきたんですよね。ちょうどコウイカのポイントで、なのできっとコウイカのベイトになっているのがこのシマハゼだろうということで実際作ってきました。まあ、これをね、ぜひね試してみたいと思います。カラーに関しても、もともと西海岸のエリアはこのブラウンカラー AJ というのが非常に人気のカラーなんですけれども、まあ、それにも非常に似ているので、まあ、多分ね同じような効果を発揮するか、もしくはそれ以上の効果を発揮するかなと思いまして、ちょっとこれをねちょっとメインに使っていきたいなと思います。でインチョンもともとシーズンも早いので、ちょっとコウイカの状況がわからないんですけれど、まあ、実際ですね、多分かなり人が多い、あとは船も多いってことで、多分激戦区で非常にコウイカは擦れてるだろうと思うので、こういったナチュラルカラーがねやはり有利になることは多いと思ってます。であとは潮の状況に応じてですね、まあ、潮が澄んでる状況だと薄ササニゴリぐらいだとですね、こういったブラウンカラーを使って、まあ、ちょっと緑っぽいカラーだったらこういう QS を使ったりとか、あとは潮が澄んでるような状況ですね、青い潮の時はこういったブルー系のサバであるとかマイワシですね、そういったカラーを使ったり、あとはマズメなんかではね非常に効果的なこの赤系のカラーですね、このカラーをねちょっと使い分けながら攻略していきたいと思います。でもともとナチュラルカラー非常にね似たカラーっていろんなところにもあると思うんですけど、この特殊な糸をね使っているので、水中に入れた時に非常にねこう生めかしい魚のぬめりっぽいこう艶やかな感じが出るんですね。なのでそれでね、そういった擦れたコウイカもおそらく攻略できるんではないかなと思ってます。초별시즌의인천앞바다스테를물에넣자또다시반응이잡히는데요 이다가많이많이있어요 많이많이있어요포인트와스나지니ちょっとこう柿柄みたいな固めの石とかがこう混ざり合ったような場所で、コウイカもね好むようなポイントではあると思います。今はね非常にイイダコが多いんで、まあ、その辺をねどうかわしながら狙っていくかっていうふうにもちょっと考えてます。まあ、多分ボトムにしっかりシンカーをつけてしまうと、どうしてもねイイダコがヒットする確率が上がるので、今ちょっとね少し重りをボトムから浮かして、こうスッテがこう泳ぐようなイメージで少しそこから離してね探っていってます。まあ、それでもね元気なイイダコはねちょっと抱いてくるんですけど、でもそうやって狙うといくらかこうイイダコはちょっと避けられてるかなっていうような感じではしますね。まあ、潮の状況も今はまだそんなに速くなってないので、ちょうどいいぐらいで、コウイカもそのフィーリングタイムではあると思うので、ちょっとねこのタイミングをちょっとしっかりと狙っていきたいと思います。적당한조류의기대가높아지는시간하지만또다시これはイダコです乳首サイズはいいですねあの海底に重りをつけてしまうとイダコがやっぱり先に釣れてしまうので、少し重りを海底から30センチぐらい浮かして、こう吸ってもそのレンジに入れて
飯田湖から届かないような場所に、今のところは飯田湖がそれでもね、元気な飯田湖が乗ってきちゃいますね。水深は浅いですね。多分10メーターはないと思います。8メーターぐらいですかね。얕은수심대임에도다행히금세또입질이확인되는데요혹시나했지만역시나이번에도조금이전과달리조금은묵직해내심기대했지만여전히같은상대입니다아이다코와소코가이테오고오모리오코즈크고코즈이때쉐이크するとやっぱすごい寄ってくるんで多分それをすると多分飯田湖がよく釣れると思います。あまり僕はそれを今はしてないんですけど、多分飯田湖を狙うときは多分海底にこう重りをつけて本当にこういうふうにこういう小づいて誘えば多分飯田湖は釣れやすいと思いますね。조금이ポイントへ乗りぬカボチゴ놈들만속간에낚기란쉽지않습니다조금이는マニーオプスあ、マニマニイスカオジゴのオプスどうでしょうね。今年は、ね、この海域もちょっと水温が高いみたいなんで、もう少しもしかすると深いところにいるのかもしれないですね。ちょっと今やってる水深が浅めなので、もう少し本当は10メーターよりもう少し深いところの方がいる可能性はありますね。水温がもう少し低いところ、コウイカはどうしても水温低いところを好むので、あまり水温が高すぎるとイイダコと違ってある程度泳げるイカなので深みに多分落ちていくと思うんですよね。なので多分ちょっと深みに行ってるんじゃないかなと思います。10分만이동할게요밑에잘나온다고부전왔네요여기물색이너무안좋다하지만포인트를받고도마찬가지주꾸미들의공격은어딜가나거센데요오 가버리고있어요있어요있어요 대상어의존재를눈으로확인하자손끝에도왠지집중이더해지는데요 아다음주꾸미그러나주꾸미들의활성도가정말대단합니다이거少しね釣れポイントが10メートル深くなって、でちょっと潮もねさっきよりも澄んでいたので、こういったねナチュラル系のブラウンカラーがこうそういう時は引くこと多いので、このナチュラルのこのシマハゼカラーでちょっとやってみたいと思います。다소약해진조류에맞춰스테의컬러를전격교체물속녀석의반응을다시금이끌어내는데요오가오죠비록사이즈는작지만계획했던공략법으로드디어갑오징어를만납니다아에타오지요이거는다이브시어가緩んできたので、샤크리요리もちょっとこう重りをそこから切ってこの吸ってをスイミングさせてるとじわっと重くなったあたりでしたね。それでヒットしました。やっぱちょっとイイダコを避けるような形でちょっと狙うとやっぱ行為がヒットしてきますね。あ、この枝巣も一番長い状態にして、で重りをそこから切るような形にしてます。ようやく会えた。그리고금세또찾아온입질그런데어째이번엔좀가볍습니다슈즈슈이다코料理しゃぶしゃぶも食べましたし、あと何だっけ、チュクミポックン、あれもまっそうですね。韓国のイイダコは美味しいと思います。日本でももう最近イイダコは全然釣れなくなったので、私も食べる機会がほとんどないんですけど、だから韓国来てこの時期来ると、まあ、コウイカとあとイイダコが一緒に釣れるので、そういった面ではね、あの食べるのはね結構楽しみにしてます。いつも今日はちょっとコウイカよりもねイイダコの方が多いんで、イイダコいっぱい食べれそうです。맛좋은주꾸미도좋지만목표는갑오징어놈을노리기위해집중을더하는데요하지만이번에도주꾸미녀석이스테를먼저보고껴안습니다
하시고 힘내서 한번 더 잡도록 해보겠습니다. 식사 맛있게 하십시오. 오. 서둘러 채비를 걷던 중 이내 달려나온 또 다른 생명체. 오. 호래기. 호래기. 이다고가と思いました. 스테이스 同じ サイズ. 금강산 아니 갑오징어도 식후경. 갓나끈 쭈꾸미로 만든 요리에 벌써부터 입속엔 침이 고입니다. 쭈꾸미 삼겹살 주삼불. 주삼. 오노 네. 昼ご飯がちゃんと出るのがこの韓国ならではですね。잠깐의식사와휴식을마치고갑오징어공략에다시나선야마나카유스케물론쭈꾸미들은여전히채비를탐내고있는데요스테이유형층을조금씩내려가며갑오징어의반응을유도해내야하는상황채비를훔친물속녀석갑오징어느낌이좀달랐다싶었더니작은갑오징어가모습을드러냅니다아사이도그래요좀작아요네이카가まあ少しはいるみたいですこれで迫りです하나둘아두마리두마리두마리ですやっぱこういう塩が澄んでる時はこういうブラウン系のカラーがやはり効果的ですね。あとナチュラル系は特にこういう塩澄んでるときは効果的です。작지만갑오징어로물칸을가득채울수있을지そこが少しこう砂利みたいな形、砂というよりは少し小石がいっぱいあるような石のちっちゃいのがこう並んでるような感じですね。なのでこうそこをこう引っ張るとガタ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 する感じがするんで、まあ、こういうところは。コウイカもイイダコも多いところでどっちかというとコウイカもこういうところを好む傾向はありますねイイダコはもっと砂地を好むんですけどコウイカはこういうちょっと砂利が混じっているようなところの方がやはりこう生息しやすいと餌とかも豊富なんで好みますね潮がだいぶ流れてきたので少しこうねボトムをもう引きずるような感じで今やってるとさっきも小さいですけどね、コウイカの方はヒットしてきました。だからこの今もう海底から重りを離さずにこう引っ張ってくるようなイメージです。このスピードになるとやっぱり泳ぐ力のあるコウイカの方が乗る確率がちょっと上がってくるのかもしれないですね。믿을만한바닥여건의적당한조류인데요。これはチュクミですね。ちょっと潮が速くなるとチュクミのサイズも良くなる少しだけもう夜行にしてみました夜行ブローから少しでも水中で目立つように내친김에스테까지교체반응이다소더딘갑오징어에게채비를덮쳐야할이유를만들어주는데요하지만또놈이먼저반응합니다기사이즈まあ95と70とまあサイズがもちろん違うんですけど、まあ基本的には釣れてるイカのサイズで合わせて使い分けるっていうのがまあ大体基本です。大体この時期まで小イカのサイズが小さいんで70が大体70が基本サイズなんですけれど。ただ状況によって深いところ行ったりするとイカがサイズが良かったりとかあと深いところだとどうしても70だと目立ちにくい時もあるんでそういう時にはこういう時期でも95を使いますであとはもうシーズンが後半になってくると95っていうのがメインのサイズになってくるんですけれどもこう潮がこう速くなったりしてそのイカの活性が低くなってくる時があるんですけど、ね、あるんですけどそういった時には逆に小さいサイズで一口サイズっていうんですかねこうしっかりと抱き込みやすいサイズの70を使っていただくとより、ね、超過アップにはつながるんで、まあ、イカのサイズとイカの活性あとは水深とかに合わせてサイズは使い分けていただくといいと思います島肌でよく釣れます이제막가을시즌의문이열린인천앞바다
목표로 삼았던 갑오징어가 크지도 많지도 않았고 예상했던 것보다 훨씬 더 높은 주꾸미들의 활성도와 상당히 많은 개체수를 몸소 느끼고 확인한 하루 낚시였는데요. 과연 내일은 어떤 갑오징어를 만날 수 있을지 궁금해집니다. はい、院長初めてのこの行為活動1日目が終わりました。 思ったよりも難しいというか、かなり難しかったです。なんか、多分例年よりも水温が高いのが影響しているのかもしれないんですけど、午前と午後で1つずつという、なかなか難しい状況でした。とりあえずね、今回1日目で分かったのは、水温が高いんで、ある程度やっぱ水深が深いところでないと、コイカが釣れないっていうのと、 あとはやっぱ潮がちょっと緩んだ時のタイミングでないと乗らないっていうことが分かったんで、そのタイミングをしっかりとね、考えて、そのタイミングではコイカをしっかり狙っていくような形で、捨てと、捨てと仕掛けと、あとシンカーと、その辺のセレクトをしっかりしていこうと思います。 기대감으로 맞이한 인천 갑오징어 탐사 둘째 날. 포인트는 무의도와 자월도 사이로 어제와 같습니다. はい、ありがとうございます。2日目です。今日もね1時間20分ぐらい港から走ってきて、ポイントの方到着しました。で、船がね昨日と同じようにたくさんあるので、多分イイダコがメインのポイントで、少し水深も浅そうではありますが、まだちょっとこの時間帯は水温も低いかもしれないんで、コイカも狙えそうだと思いますんで、コイカから狙っていきたいと思います。で、朝は そうですね、とりあえずまずハイアピールカラーで見てみて、あとはその後状況状況に応じて、吸っての、サイズとカラーを変えていきたいと思います。それでは始めていきます。ちょうどハイアピールカラーはこういったこの真面目のタイミングで、イカの活性が高い時にこういったラトル音でアピールするのと、あとちょうどね日が出始めたんで、このフラッシング効果もあるので、まずはちょっとハイアピールモデルで、イカの活性をちょっと見てみようと思います。活性が高ければこういった モデルに多分最初にバイトしてくるんで、これで状況を見て日が昇ったらまた色の方とかもどんどん変えていきたいと思います。カボジゴ의 높은 활성도가 기대되는 아침녘 인천 앞바다. 채비를 넣은 지 얼마 되지 않았음에도 금세 반응이 포착되는데요. 오, 카보지오. 나리. できましたね。いきなり来ましたね。ハイアピールカラーで、やっぱり活性が高いとこの時間帯だとこういったねハイアピールカラーも来ますね。さっき釣れたイカは、日本ではシリアケイカって言われてる、コウイカの種類の中の一つではあります。でシリアケイカの方がやや水温が高いところに住んでるイカで、日本でもどちらかというと やや南に住んでるイカです。でコウイカ、普通のコウイカはどちらかというともう少し低い水温を好むので、多分この今の時期だと水温が高いんで、こういったシリアケイカが混じるのかなというふうに思いますね。シリアケイカの特徴としては、コウイカよりもどちらかというとアグレッシブなので、こういったね大きい吸ってとかでも抱いてくるし、あとはコウイカとどちらかというとそこを中心なんですけれど、中層ぐらいまで 泳いで餌を取ってるのがシリアケイカの特徴です。で、違いとしてはモヨウが、コイカはどちらかというとこう横筋だったりそういうものなんですけど、シリアケイカはこうゴマ模様ですか、こう点々がずっと細かくあるのがこのシリアケイカの特徴ですね。このシリアケは多分これも生まれたばかりだと思うんですけど、多分生後2ヶ月とか3ヶ月ぐらいかなと思います。シリアケイカはただコイカほど大きくはならないんで、 大体最大でも600グラムぐらい、大きさで言うとどれぐらいだろう、これぐらい、胴長で20センチぐらいがもう大型なサイズですね。なので、そこまでコウイカほどは大型化しないコウイカの一種です。船が多いですね。イイダコの釣果がいいので、どんどん人気が高まってるんでしょうね、おそらく。昨日よりも多いですね。 話によると1日と2日はそんなに多くはなかったらしいんですけど、もう昨日あたりからすごい増えてるという話です。
確かに今回来て思うのはすごいイイダコが多いですよね。ちょっとなんか水深が浅いんで、あのシリアケイカはいるのかもしれないですけど、この水深だとちょっと濃いかはまだ少ない感じがしますね。基本はイイダコのポイントかなと思います。今ここで水深が多分5メーターぐらいですね。多分コウイカを混ざるポイントだと10メーターぐらいはあった方がいいと思うんで、今は多分イイダコがメインのポイントだと思います。ステレを바닥까지내리고몇번액션을주자또다시뭔가가달려드는데요기본상대는사이통통하게오른주꾸미남다른사이즈가시즈님을알립니다一瞬コウイカかと思うような重さです。まあ昨日とかでも水温が27とか28度ぐらいあるので、多分コウイカの生息環境からするとかなりちょっと高すぎて多分あんまり来ない場所だと思うんで、おそらくここが水温が20度とか25度ぐらいまで、まあ大体20度前後になってくれば、こういった浅いところでも釣れ出すと思うので、多分秋がもう少し深まって、まあ、10月とかになればこのエリアでもイイダコよりコウイカが多くなるんじゃないかなと思います。한편주꾸미만을노리는낚시인들에게이곳은그야말로천국이죠채비를넣으면어김없이나오는주꾸미덕에잠시도낚싯대를놀릴틈이없는데요사이즈가좋아요 아일본でも네そういう포인트はありますね。それ魚がこれは全然のポイント、どこのポイントというよりはちゃんとそういうポイントの名前があるんですけど、ゼニスっていうポイントがあるんです。ゼニスっていうのは漁師がゼニって日本でお金になる、スっていうのはそのねっていうポイントのことスっていうんですけど、そういうので日本でもゼニスって言ってゼニになるところっていう意味でゼニスっていうポイントもありますね。まあ静岡の方にあるんですけど、まあ、かなり沖合にあるポイントで、それこそいろんな魚が釣れます。덩치큰주꾸미만덤비는상황이번엔다른스테로교체갑오징어를유혹하려합니다ちょっとハイアピールカラーでのちょっと反応が悪くなってきて、でちょっと紐少し登ってきたので、で潮が澄んでいる状況なので、こういったねブラウン系のナチュラルカラーに変更しました。これは AJ です。昨日 SH で2杯釣れたんですけど、同じブラウン系統の今度 AJ を試してみます。나름의계획을갖고채비를바꾼건데요潮が少し速くなってきてますね。で、まあ、潮が速くなってきたのもあって、あまり大きいサイズよりも70の方が多分抱きやすいと思うんで、それで少しサイズもダウンさせました。새로운채비가통할까궁금해지던때한녀석이덮칩니다오왔어지금이왔어 아놈들의성화에머릿속이복잡해지기시작합니다이만의ところ 狙ってる水深がちょっと深くなったので、今14、5メーターぐらい、14とか15メーターぐらいなので、ちょっとコウイカはね出そうなポイントではあるので、ちょっとイイダコの中から寄っていくしかないです。少しね仕掛けを浮かしたりして、なるべくちょっとコウイカに目立つような形でアクションはさせてるんですけど、まあ、イイダコが今は元気ですね。ダリアンアクションへ한놈이또달라붙는데요これはなんかちょっと良さそうだけど、それ大きい大きいイイダコでしたこれがちょっと迷うやつですね。コウイカと重さが近いんで시알좋은갑오징어소식에덩달아기대감을되살리고주꾸미들의맹공을피해또한번꽤묵직한손맛을확인하는데요이번엔과연기다렸던상대를만날지
가보형, 가보형. 내추럴 계열의 스테로 갑오징어와의 재회에 성공하는데요. 어쨌든 또다시 놈을 만나 기쁩니다. ようやく来てくれましたね。 これが こっちは本当のさっきの仕入れ焼き方と違う、こっちが本当の行為かってことですね。これはナチュラルカラーに変えて、でサイズもね 702 サイズダウンさせてヒットしてきました。ちょっとね難しい状況だったんですけど、船長も今ずっと水深大体 15m前後狙ってくれてるので、 ちょうどねコイカがまだ釣れる可能性のあるポイントだったんで、狙ってみるとヒットしてくれました。 얕은 곳보다 깊은 곳이 훨씬 나은 걸까요? 기다리고 있었다는 듯 또 한 녀석이 달려듭니다. 오, 가보죠. 同じように誘い方はね、さっきとあんま変わらないですけど、水深がやっぱちょっと13、4メーターぐらいあるんで、ちょっと水温が高い今でもこのぐらいの水深であればコイカもヒットしてきてくれますね。 少しね潮がさっきよりもちょっと早くなってきたんで、ちょっとあんまり釣手がバタつかないように少しだけ枝数を短くしました。だいたい30センチぐらいですね。さっきまでは50センチぐらいやってたんですけど、枝数を少し短くすると当たりもねしっかり出てくれたんで、ちょっと今回今の潮具合ではこのぐらいの長さがいいのかなと思います。今回ですね実調して、まあ、私がやってたことなんですけれど、 意識したのは、なるべくちょっと海底からこう釣手をねこうやって離すイメージでやってました。っていうのも、院長非常にねイイダコがこの時期非常に多くて、海底に釣手がついてしまうとすぐにねイイダコがこう、キャッチしてくるっていうような状況だったので、まあコイカのポイントに入ったらなるべくちょっと重りを浮かして、この釣手をですねこういうふうに海底から少し離してあげるような状態、大体イメージとしては 30センチからま高くて50センチぐらいまで上げて私はやってました。こうするとイイダコはやっぱり海底の生き物なので、下に落ちてるものをかぶさってキャッチしてくるんですけど、コウイカの場合はある程度泳ぐ力があるので、このぐらい離れていても目の前をこう通過すると飛びかかってくるようなイメージで来るので、少しねこういう形で離して こう、スイミングさせるイメージでやってました。潮が早い時っていうのはこの枝数をですね少し長くしてあげることによって、よりですねナチュラルに、あとは海底からこのしっかりとね潮を受けて離れていくんで枝数を長くするんですけど、潮が緩くなってくると、どうしてもね枝数を長くすると釣手がこういう形になってしまうので、それを避けるために枝数を少しね短くして、なるべくこう 重り離して、こう潮がね緩くなるとどうしても徒手も水平にはなりたがるんですけど、ややっぱり下に下がるので、なので少し枝数を短くしてその辺を対応してました。なので潮の速さによってこの枝数の長さっていうのは結構シビアに変えていくことが今回のインチョンでは非常に必要かなというふうに感じてます。オフロ 잡아든 시간 간조로 바뀌어가는 최적의 물때에 기대를 걸어봅니다. 少しずつ潮が緩むタイミングなんで、チャンスはチャンスですね。コウイカも多分動きがちょっと活発になってくる時間だと思うので、まあ、ちょっと集中して狙っていきます。 하루 반 동안 익힌 성공 패턴을 되짚던 중 또다시 맞이한 특유의 입질. 움직임이나 무게감으로 보아 이번에도 놈이 확실한데요. 狙い通り。炭がすごい。 다시 대상어를 만납니다. ちょうど釣れるんじゃないかって言ったら、いましたね。ちょっと釣手のカラーも変えてみました。まあ、こういう潮色の時、潮がちょっと緑っぽいっていうのは、こういったナチュラル系でも緑色が効くこと多いんで、この QS カラーでしたらヒットしてきましたね。ちょうど 潮具合も緩み始めていい具合だったんで、来るかなと思ったら来てくれました。
サイズはまあこの時期らしい、まだ少し可愛いサイズですけど、まあ、これからまたどんどんね、ちょっと潮が緩んでくると大きいサイズも出てくると思うんで、まあ、このまま狙っていきたいと思います。いやー、이거점점희망이커집니다。今はこうズル引きして止めてっていうことを繰り返してます。で、少し枝数を短くしてるんで、仕掛け自体の捨ては海底から離れるようなイメージで、海底から重りは離さずに引きずるようなイメージで、たまに止めてこう捨てをイカが釣ってをね、抱くタイミングを与えているような状況です。なので少しずる引いては止めて、ずる引いては止めての繰り返しですね。릴링과스테이동작에흔쾌히반응을보낸또한녀석。お、カボジョ。サイズはちょっと小さめですけど、ちょうどコウイカのちょうど潮の止まる少し前ぐらいの時間帯なんで、やっぱコウイカは元気になる時間帯です。これは多分メスだと思いますね。斑点があるので、模様がオスだと横縞なんですけど、これは模様が多分メスだと思います。これ채비를넣으면어김없이챙기는물속녀석들。오강어지워작지만또한마리를보탭니다。뭐이라고니맞을때뭐뭐네고이까뭐약간맞을때기ますね。ちょっとサイズは小さめですけど、ちょうどやっぱ潮のこの止まりかけはやっぱこのコウイカの地合いですね。ちょっと連発した感じで釣れてます。カラーはさっきと同じ、やっぱこの潮色に合わせたこの急線カラー、ちょっと緑系のカラーですね。これが今ちょっといい感じに釣れてます。これだともう3ヶ月とか4ヶ月ぐらいにはなってると思いますね。어제보다는한층더나은결과로오늘의낚시를마무리합니다。昨日のやったことをちょっといろいろ思い返しながら狙ってたんですけど、やっぱりコウイカこの水温が高い状況なんで、やっぱ水深深いところにいるみたいで、やっぱ10メーターより深いところ、特に今日午前中なんかは15メーターから18メーターぐらいのところを中心に狙ってたんで、結構ねそのタイミングはコウイカを専門に狙うような狙い方をするとやっぱヒットしてきましたね。でね、イイダコとコウイカやっぱ混在してるんで、イイダコの方、あ、コウイカの方がやっぱり上にいるってこと状況なんで、その水深の時はなるべく吸ってをちょっと浮かせてこう泳がせるようなイメージでやってると、やっぱりコウイカを、専門的にねヒットさせることはできたかなと思います。まあ、明日もね同じような状況だと思うんで、そういった状況ですけれど、またコウイカの方を狙っていきたいと思います。그리고맞이한셋째날엄청나게많은주꾸미낚시인들사이에서마지막갑오징어낚시의각오를다집니다。まず午前中、まあ、昨日と同じような船の、狙い方であれば、多分水深が少し深いところからスタートするんじゃないかなと思います。なので最初多分コウイカがメインとコウイカが混じるようなポイントでスタートするかなと思うんですけれど、まあ、多分午後はまたちょっと水深浅くてイイダコが中心のポイントになるかなと思うんで、まあ、大体午前中をメインにコウイカ狙いしていきたいと思います。기대로충만한아침늘그랬듯시작은주꾸미놈이먼저첫인사를건네네요。イダコはそうですね、準備運動にはなります。まあそれでスタートしていきますね。起きましたね早速。これは多分イダコですね。이번엔아니겠지아니겠지하며열심히공략했지만두시간넘게이어지는주꾸미들의공격。야이거계속되는준비운동에본격적인갑오징어낚시는시작도못하고있습니다。그리고깊은수심대로이동。갑오징어에대한희망의불씨를되살려보는데요。어왔어 오랜만에맛보는기분좋은묵직함。
スタイル J。 A A。 드디어 반응하고 만남을 허락한 나름 괜찮은 사이즈의 갑오징어. 주꾸미 때문에 답답했던 속이 이제야 조금은 풀립니다. 今はねちょっとやっぱ潮が早い状況で、で潮がね澄み気味でこのローライトではこういったナチュラルカラーが非常に効くんですけど、まあ、これで今回このブラウン系のナチュラルカラーを使ってヒットしてきましたね。少し潮が速くなってきたんで、枝数の長さも40センチぐらい、さっきまで30センチだったんですけど40センチにして、で吸っ手のサイズもね70の小さめのサイズに変えました。これでヒットしてきましたね。サイズが満足？サイズはこの時期にしては多分このインチョンではちょうどレギュラーサイズ、これはオスですね。多分縞模様になってるんで、やはり水深が今17、18メーターぐらいの深いポイントに移動してきてるんですけど、そこでねようやくコウイカが出始めましたね。さっきまでイイダコの水深が大体8メーターから10メーターぐらいの浅いポイントだったんですけど、そこでやっぱりコウイカは出なくて、で少し深いところに移動してきたらすぐやっぱりコウイカは来てくれましたね。ちょうど多分こう背の深いところの落ちてるところだと思うんですけど、その部分でのヒットとなりました。깊은수심대를선호하고있는초가을의갑오징어、이번에도 15m권의 ポイント로진입하는데요。과연 이곳에 놈들이 자리하고 있을지。어쨌든 스텔을 안착시키고 또 한 번 기회를 맞이하게 되는데。 아이고 이런 설마 했더니 역시나 주꾸미가 또 달려듭니다。スタイル축구미。자그럼에도마음을다잡고다시기회를잡아내는데요。오갑오징어갑오징어손끝의느낌으로어느정도예상했듯또한마리의갑오징어가내추럴계열의스테에반응합니다。コウイカ来てくれましたね。どんどん潮がね速くなって釣りにくい状況になってきてるんですけど、なんとかちょっとずつね枝数の長さも長くして調整しています。今40センチ45センチぐらいですかね。でちょっと少し長めにして枝数は保ってやってます。カラーはね同じようにこのやっぱ炭潮に強いこのブラウン系のカラーでナチュラルカラーですね、こちらを使ってやっていますね。今もう釣り方としてはやや海底から浮かしてちょっとイイダコをなるべく避けるようなイメージで取った狙ってました。大きいサイズも中には混じっていると思います。多分成長のスピードが多少違うと思うんで、小さいのもいれば多分大きいサイズも、やっぱよく餌を食べるようなところにいるイカは大きくなるのも早いんで、この時期でも普通に10月ぐらいに釣れるようなサイズも多分いると思います。자연스러운스텍션에다시걸려든흥여서ちょっとでも、いや애매한무게정체도모호한데요。아 아니 그나저나즐거웠던낚시도잠시，내내꾸물대던하늘이비를퍼붓자기대했던셋째날낚시도여기까지가됩니다。바람이더이바람強이타타컨디션나는카카미じゃないのに。오으르이아쇼야お疲れ様でした。3日間ね、インチョンの方で釣りをさせていただきました。シーズンが早くてなかなか難しい時期で、イイダコはねたくさん釣れたんですけど、コウイカはやっぱりかなり難しかったです。まあ、事前のね情報通りではあるんですけど、まあ、今年水温が非常に高いんで、コウイカはやはり潮のタイミングとそれに合わせた仕掛けをちゃんと合わせないと釣れなかったんですけど、まあ、その分きっとね水温下がってくると、おそらく今までイイダコのいた場所に今度はコウイカがやってきて たくさん釣れるんじゃないかなと思います。まあ、インチョンね非常に今回来て驚いたのは、
人の多さ、釣り船の大きさですね。なのできっと相当な激戦区だと思います。きっと行為かもね、非常に難しいんじゃないかなと。ハイシーズンになったとしても多分テクニカルなゲームがね展開されると思います。私はね、ぜひそのテクニカルなシーズンですね、10月11月ぐらいですかね、そういったシーズンにまた訪れて、ぜひこの院長の行為かチャレンジしたいと思います。お疲れ様でした。초골 인천 앞바다에서 사흘간 펼친 갑오징어 낚시. 다소 이른 시즌에 주꾸미 포인트 위주였다 보니 조과는 부족했고 CR도 별로 크지 않았지만 가을이 깊어갈수록 사이즈와 즐거움이 더 커질 거라 믿으며 또 한 번의 출조를 다짐하고 기약합니다. 煮だこの柔らかくて、ちょっと小さいんで非常に食感がいいですね。で味もね、やっぱり中にちゃんと噛めば噛むほど味が出るので、この煮だこ最高に美味しいです。いやー、落ちた。せーの。